さあ大変なことになりました。今ねちょうどね東院駅まで戻ってきたんで、そこでねお客さんわーっと降りてったんでね、カメラ回すことにしたんですけどね、あのね、わかりますかね、今こうやって撮ってね、さっきまでの車両と何か、違うところを感じませんか。なんか見晴らしがいいですね。4人編成だなって言って乗ったんですけどね、気づきでしょうか。この端っこが見晴らしがいいですよね。見晴らしがいいんですよ。つまりどういうことか、ね、さっきまでの車両、ここに簡易クーラーが置いてありましたよね。簡易空調機、ね、あのがあるじゃあそれでエアコンの、ね、空調にしてクーラーにしてたじゃないですか。これ指令防車なんですね。いやマジか。だからねこれ無理なんですけど、これねただの換気なんです。全然くっそ暑いんですけどね、ちょっともうねマスク取ろうと思いますけどね。でね今ねでねこれねやっぱしね考えないといけないのがね、今ねあのもうこれ乗った瞬間から、非冷房車はもうめちゃくちゃ暑いんですよ、今。なもんでね。これはマスクを取らんとまずいと思ったんですけどね、ちょうどね、あの、向かいかとかね、ちょっと離れたとかね、もちろん 2メートル以上離れてるんですけど、ね、そこでね、あの、お父さんとね、あの、親子連れでね、ちっちゃいお子さん、まだ小学校に入ってないんじゃないかなぐらいのね、お子さんは連れたね、親子でね、乗ってたりしたんですけどね、わー、ちゃんと頑張ってマスクをつけちゃってたんですよね。ねえ、お子さんもね、かなり暑そうで、まあ、正直言ってもう顔赤かったし、もう汗ダックダックにね、かいてましたからね。あの、しかも、あの、布マスクの分厚いやつだったんで、あれ、多分相当暑かったんじゃないかなと思うんですけどね、ちゃんと我慢してつけようねってね、やってるもんね、こっちももう発生さんは気にかんくなっちゃいましてね。いやいやいや、これね、私、今日ね、こんなね、一応通気性のあるね、なんか私写真撮られてるんですけど、通気性のあるマスクね、つけとるんでね、このマスクなんで、まあ、どうだなんとかなってますけど、いや、布マスクで小さいお子さんで、これはね、やはりね、密じゃないし、これ変な話、窓全開になってるんでね、あの、換気もできてますからね、こういう感じの時には外した方が良かったんじゃないかなとは思いつつね、ただね、やっぱお父さんの方針ですからね、いやー、これはしかし暑いぞ。西川までこれで行くのか。とりあえずちょっと、まあ一人しかいないから今うちにちょっと愚痴を、愚痴だけ愚痴って、せっかくやから一番端っこ取りましょうか。ね、ここに座れるということで、エアコンがないということで。いやー、暑いぞこれ。たまたまく暑いじゃん。もう一度に対抗しなきゃいけないんですけど。で、今のうちにね、とにかくね、イベントがまずいんでね。やばいやばいやばい。でね、いろいろとやってたりするとね、やっぱね、イベントが進められないんですよね。次第4。よし。あ、違う、第2か、これ。画面一応チェックね、してないとね、いかんことにはいかんっていうところがね、これね、もともとソシャゲとかはね、ながらプレイでやる人なんで、まあまあ、しんどいというのがありますね。そうなんですよね。うわー、これ隣の車両行ったらあるのかな。でもこういうのって非冷房で行った方のが面白いんですよ多分。で多分ね、非冷房車隣はもう一応冷房入ってるのかな。あ、隣は入ってそうだな。うん、隣の車両入ってそうだな。うん、向かいのお客さんはあれですね、息子さんはマスク外しちゃってますね。そうですよね、暑いもんね。いやいや、ちょっとこれすごいな。
ッテリーがすっげえ熱いわ。